どうもヒロです。ハダースフィールドタウンキャリア続きやっていきます。で、今回はピータバラ戦やっていきます。で、スタメンは、前回の動画の最後に決めたのでこのメンバーでやっていきますと。まあ、あれですね、能力低いですけども、ブラックマンがね前回良かったので使っていきたいし、デレバシフも良かったですからね。うん、まあ、あとはまあ、ディフェンスラインが、能力落ちているので、スタメンがね、どうなるかでしょうね。あと、キュイザンスがいまいちハマってないんで、この試合でね、ゴール決めたりすると、使いやすくなってくるかなと思うんですけどね。まあ、そこに期待して、今回やっていこうかな。ベンチメンバーも、ね、あれですけども、カンパナが決定力ってどれぐらい？ああ、なるほどね。カピーノがね、ちょっと失点が多いんで、スタメン落ちしまして、今ブラックマンで前回からやってますけどね。今回どうなるかでしょうね。よーし。じゃあ試合やっていきますかね。ボールを。ピーターボラのユニフォームいいよな。いいよね。ああいうユニフォームがいいな。よし、じゃあね、試合やっていきまーす。強そうだな、なんか。めっちゃ強そうちゃう？いやー。はい、じゃあ前半やっていきましょう。いやー強そう、キューバの選手。顔にいかつさが。おおおお。早速シュートですね。どういうあたり？なるほど。ああ、マジかー、力がなかったな今な。おっと、それはまずい。ナイス、キーパーに戻そう。一回、今のはナイスですね。今のは危なかったな。前に来すぎてる。クラーク・ハリスかな、名前が。あのいかつかった選手。おーっとっとっとい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 。ナイスー。あ、いいよ、ナイス。よーし、オッケー。ちょっと抜け出すようなタイプでなさそうな気もしますけどね、マクバーニーがね。いやー、でも今のは良かったですね。しっかり決めますし。2番つけといてシーズン2点だったら笑うけど、そうかーと。あ、4点目。あ、良かった良かった。取ってる取ってる。Taylor, Johnson, Clark, Harris. Ball's gone. あれだな、負けたルートの試合の感じからするとだいぶ良くなったな。ああ、ちょっと
Could be a chance to break here. マクバーに帰ってきてるな。Take some progress with the ball at his feet. And possibilities here.おー、ナイスですね。いいですよ。素晴らしい。なんかキーパーがすごい、試合によって差がすごいな。ルートの時みたいにビッグセーブとか神セーブすごい。今止めれたんちゃう？今絶対止めれたと思うわ。いや、ちょっとキーパーの質が試合によってすごいばらつきがあるな。絶対止めれてる。キャッチできてるって。ほら、もう真上やん。タイミングかな。タイミングかもわからんな。いやー、でも今のはな、止めてほしかったな。いやー、こいまずいぞ。多分結構まずいぞこれ。いやー、デリバー中に切り替わらなかった、まあ、ピンチにならんかったからよかったけど。おお、いいですね。よーし、オッケー。なんか前も見たことあるけど、あのタイミングがずれたジャ、横ジャンプすごいな。Well, here it is again. And the pace in which they break forward is devastating. It's so hard to defend against. And the movement is so good that they end up with a 2v1 against the goalkeeper. 一人時間差してるよな。もうふざけてるとしか思えんぐらいの、あの、すごいな。面白いな、このゲーム。2-1 is the scoreline. What's going to happen next? ある意味神ゲーやな。 Now with Taylor. Marriott. Clark Harris. おお、マジかよ。 OKOKOK。おお、キーパーナイス。ナイスですね、素晴らしい。あれ、こんな見た目だった？キーパーあんな見た目だったっけ？あ、ほんと。あれはどっちがどうなんですか？怒ってるね。めちゃめちゃ怒ってるやん。いやー。なしで、なんかキーパーの正面に行き過ぎてる気がするな。いや、あんま今のところ関係ないな。キーパーへの指示はいらんな、今な。Well,
ハンドじゃねえか。よし、OK。2回当たったな2回当たったな。いや、アシストにしようかな。うん、まあまあ、どこ蹴ろう。悩んだらダメだな。じゃあここ、よし、 OK。 よしよし、コーナーから1点やられてるからな。コーナーになった時に気をつけないとやられるな。うちの左サイドは結構いい選手が揃ってるから、スタメン起用が難しいですね。Johnson, Clark, Harris. Nicely cut out. あれ、キャンセルになってんのかな。スラスになってんのかな。なんかちょっと多いよな、ボールを。こう。Crossing opportunity.Teammate and support. Determined defending. Clark Harris. Ward. Sammy Smodics. Nice looking pass.俺がやりたいことに選手の能力がつ、おっ。いやー、ちょっとブラックマンはハイボールやばいな身長高い割にハイボールやばいな。あー、どうしようかな、困ったな。He's putting in a really authoritative performance here. Well, he scored good goals, but his all-round play has been excellent. He looks like scoring every time he gets on the ball.はい、後半やっていきまーす。後半ですけど、マクバーニーがね、ハットトリックするか、おひげのお兄さんがね。あー、取らなかったか。今は取っとけばな。あ、いいんじゃないか。おお、キーパーナイス。おひげのお兄さん、決めないと。真正面すぎた。まあ、コースがな、なかったな。いや、アイアンが多いんやな。何なんだろう、あれ。なんであんなに多いんだろう。あー、クロスの精度が悪かった。
パスじゃねえかな。おお、ちゃうかった。Now with Taylor. Clark Harris. Just looking ahead to another game coming up for you from the Championship live on EA TV. It's Peterborough United facing Fulham. And fed forwards. Oh, but just unable. いやー、ブラックも頑張ってる。いいですよ。おお、マジか、危なかった今。いいですね、ナイスですね。うん、危ない危ない。まずい。スモディックス。Who would dare predict the outcome of matches in the championship? This is one to look forward to live on EA TV. It's Huddersfield Town facing Cardiff City. ああ、取れんかったか、くそ。いや、ブロックマンがすごいボール取ってくれるから、コーナー以外のピンチがほぼほぼないけど。いやー、マジか、シュートまでいけんかったな。行きたかったな今な、シュートな。おお、やべ、滑った。ブラックモのおかげやん。A chance to whip it in. No nonsense clearance. ああ、悪くないね。カで入れましょう。めっちゃ疲れてるね。めっちゃ、まあ、走ってるけど。体力減ってたな。これまた強そうな。デニスロー？違う。え？デニスローじゃない。誰やったっけあれ。デニス・ロットマンだ。デニス・ロフォックス、ジョンソン・クラーク・ハリス。あれ、デニス・ロットマンだったっけ。ファーストネームが忘れちゃった。そんなん言ってたら、あぶねえ。選手は結構疲れてるね。これ交代じゃないか。交代させた方がいいね。うわ、めっちゃ疲れてるわ。これはまずいな。コメント入れますかね。こうしましょう。で、トップ、マックバーに変えてカンパナ入れますか。ちょっとヌメちゃんは頑張ってもらいましょうかね。ヌメちゃんも結構走ってるからな。うまそう。ああいう髪型いいな。外人やけん似合う感じするけどな、ああいうのって。日本人であの感じしても。あんまり似合う、似合う方が難しそうだな。
うーわマジか、あんな簡単なパスをミスっちゃうか、ちょっと困るな。めっちゃでかない？あの髪くくってる選手、めっちゃでかいぞ。見えんかったかな、真ん中に振りがいたいんやけどな。しかもパス通せそうなスペースあったと思うんやけど、わざわざ難しい方を選択したね。うん、パス出せんかった。おお、ちょっと待てよ。ナイス。カンパナほぼボール触ってないんちゃう。一回も触らんと終わったんじゃん、カンパナ。なんだよ、これまたこのねおひげのマクバーニーに助けられましたけども。あー、なるほどね。そうか、シュート行くのか。そんな悲しそうな顔せんでも。はい、マクバーニーの2ゴールで、勝利しましたね。まあ、おひげのマクバーニーですね。うん。で、次回が、今6位にいるミドルスブラ戦ですね。11月だったかな。11月の、最後の試合がミドルスブラ戦なので、これを取るって感じですけども。そうか、カーディフ、ウエストブロム、QPR か。なかなか手強そうなメンバーですね。ミドルスブラ戦までの間。うん。今、チームが、5連勝中ですか。どこまで連勝伸ばせておけるかでしょうね。全勝してたら笑うけどな。多分ウエストブロム戦は負けそうな気がするな。いや、QPR の方かな。なんか、この3試合のうち1試合ぐらいは負けてそうな気がしますけどね。うん。はい。じゃあ、今回はこれぐらいで終わりますかね。そうですね。サルペ入れといて、アーロンズな、使わんからな。まあまあまあいいでしょう。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。